ジャックリベンジ何回目だろう。5を出せって言われて一生5が出せなかったりしてね、ここまで来ました。一つ消費してもう一個分のサイコロを増やすっていう考え方だよね。でフィッシャーマンはね、ここがね、3の目が出てたけど入れたら4になるよってことでしょ。忘れそうなんだよな、使っててこの能力自体を。でもまあお金はあったら使うべき。知るね。まあでもまあまあ今はいいや。で、うわこれまた2出なくて詰むんかな。6、4、うーん、なったら振り直すか。いや、
て、ここ入れて、OK。いいよ。指定がだるいね。で、まあ、4は出たから OK。5を使うかどうかだけど、まあ、使っていいね。で、1は振り直していい。出ないとだいぶ流れが悪くなる。ここはここでよくて、あとどうすっかな。3はここに払ってもいいのか。こうして6払って2入れとくか。あ、ミスった。だが、You roll three same dice for the random enemy。 え、えぐくない？ガーリック、あー、これもね、強いよね。あー、これはね、こいつらにも効果が、あ、でもこいつは効果ないか。キャラの方が効果がある。運ゲーにかけるか、運ゲーにかけよう。惜しいってことね。ここは、まあ、最悪20に突っ込めばいいんで、最悪でした。だいぶ食ったな。もう一個振っとくか。指定が出ねえのマジできついわ。あっ、マジこれな、本当にマジで。やっとだ。いいね。ここは、2を回復に使いたい気持ちもあるけど、もったいなくもあるんだよな、6。だからここ
にまず突っ込んで、あ、今いくつだった？え？しゃあなし。なんだ？足んないよ、お金が。When gold dice set is complete, hero skill become available.倒して回復が丸いか、いや回復しないでこいつ倒した方がいいのか。痛い、いっぱい出る。嘘、なんで？
一回お休みな。じゃあ1と4入れ替えて、いや殴るんだから6に入れ替えていいか。はっ、終わったんですけど、なんでですか。売っちゃう。指定は入れた方がいい。で3がないからこれは無理。3がないからこいつも無理で、これがまずいから一旦これで一旦休んでもらって、で回復する、忘れてた。これそれでか、俺さっきなんか不思議なタイミングで敵倒したの。なるほどな、もったいないことしたわ。回復もしちゃえばいい。なんだ When companion takes damage, heal your hero by 2。 へえ。おもろいな。First time youスキル in a stage コンパニオンスキル become instantly available。 まあ、何でもいい、強いね。指定がある。これも簡単に使うの考えて、こうしてすること考えたら別に振らなくてもいいな。これ足りるんじゃね、これで。じゃあ間違えた。3、まあいいか。これは
凍結どっちかを休ませたいんだけど、いやここ入れといていいか。3が出たらすぐ倒せるんだよな。で数字の使い道は今あるから、また余計なことしたな俺、数字また見てなかったな。でこれ5で足りるんだわ。さっきからちょびっと失敗してんね。う、全員寝ちゃったよ、全員寝ちゃったよ。3入れて、クソほどダイスが腐るんだが、寝たらクリアな。金ないからね、買えない。でも6個ダイス振れるのか、もし56あるんで倒せる、2の指定が無理だから倒せない、倒せる、予定と違う効果の発動の仕方してる気がするな。なんだ、何かの能力だ。あ、これか、これでやってんのか。わあ、全然わかんない。だってこれとこれのコンボいいってことか。指定がある。あ、こいつか。あ、こいつ先だ。
そう、見事にダブってんな数字が。もうちょっとで倒せたやん。そうか、バードをコンパニオンを優先して殴るっていうアイテムの価値があるのか。なるほどな。で倒せるわ。どうしようか。お金がないんですよね。でそう、これとかは買っちゃうと買った瞬間コンパニオンが死ぬんだよね。3ゴールドコインだけが手に入るっていうね。こんなに一緒にやってきた仲間が。何？化け物じゃん。Does absolutely nothing。 多分何も起きない。なんだろう。 Double your gold coins。あるっていうか HP が割と盤石。え？あ、4が3つ出てる。やる。これ6入れて、こっちも使うの考えよう。5、4、5、4、いっぱいある。話はある。2、3、4、5、6だからこれでゴールドコインが手に入る。おいボス戦来るぞ。エブリステージエンドゲインシルバーコインイコールトゥーユアゴールドコインズだぞ。
間手前だぜ。先頭のか、いらねえ。てか金がね、出たー。これマジでサイコロ勝負だ。出して殺す方が、ね、リアルな気がするわ。ってなると一旦もう寝てもらって、こう入れといちゃう。死んだ。でも復活してきてるから意味なくね。あ、そうやった。え、マジ？これ現実的にこれを潰しに行くの？え？